こんにちは、シエンです。今日はですね、自然治癒力ですね、自分の今持っている、自然治癒力を、マックスまで引き上げる、簡単なエクササイズというか体の使い方ですねをお伝えしたいと思います。で、今日の、動きをですねマスターしてもらうと、まずは呼吸が、深くなります。こういうのは今までも何回も言ってるかもしれないですけど、まずそのすぐ終わった後に呼吸が深くなっているのがすぐ分かりますっていうのと、あと溝落ちのあたりですね、結構硬くなってる人とか胃が悪い人とか硬くなってたりするんですけど、それがすぐその直後に柔らかくなっているのが分かったりします。正しく身につけられるとそれもすっきりしますし、あと結構こう足を上げたりする時の感覚、軽さの違いっていうのもすぐ分かるようになります。体が、バランスが整って動きがすごく軽くなります。それからですね、自然治癒力がもうマックスに、その時自分が持ってる、体の機能を一回リセットできるんですよね。なんで内臓疾患がある人も少しその改善に、その時できる自分が治癒できる範囲で一旦リセットされるんで、結構継続的にやっていくと持病とかの改善にもつながります。以前ですね、知り合いの方にこれをお伝えしたところ、その方は季節ごとに1週間ぐらいこう頭がふわふわする、自分の動きと脳がついてこないような、そういう感覚になる、気分が悪くなるっていう、そういう症状がある方がおられたんですけど、その日に、教えてそれ実践してもらったその日にその症状がなくなって、でその後もちょっとそういう症状になりかけた時もまたやってみたらそれが起こらなくなったんで、いつもだったら10日間ぐらい季節ごとにもそういう、もうしょうがないといつも毎年その症状と付き合ってきたんだけども、もう完全にその解消することができたっていうこともありましたんで、まあそれに限らず肩こりが解消したりとか、腰痛もその微妙なそのズレによって起こってた痛みとかが解消されたりとか、そういうこともあります。でそれが一体何なのかっていうと、骨盤のところですね、背骨がそこの間にある、そこを揺らがせることによって、その背骨ってスロープみたいに、プールにあるこうスロープみたいになってこう本来揺らいでるんですよね。でそれを一旦微細なズレっていうのが結構日常生活の中でできてしまったりするんですけど、それを自分がその動きの中で整えていくことができるので、すごく簡単な動きなんですよね。整えていくことができるんで、それが正確にできると、結構一回ちゃんとお金を払って治療を受けたのを、もしくはそれを超えるような効果が現れるので、ぜひいろんなエクササイズは紹介してきていくんですけども、これだけはぜひ習慣化してほしいなと思うんですね。なので、これを今からちょっと具体的なステップをお伝えしていくので、ちょっと繊細さが求められて、自分の体をしっかり感じないといけないので、難しく感じるかもしれないんですけど、で見た目はすごく簡単なんで、真似してて似て非なることをしてしまう可能性もあるんですが、ステップを少しずつ細かく分けて感じられるようにお伝えしていきますので、ぜひしっかり身につけて取り組んで、全然こう肩が今までとは違って常にスッキリしてる、腰に今まで問題抱えてたけど、もう全然気にしなくて日常生活が送る、自分が取り組んでるスポーツに怪我を気にしなくてやっていけるっていう状態にもなりますし、そうですね、あとはもう内臓疾患抱えてるっていう不安があるけど、それをやっていくことによって、その一回一回でも変化を感じられるんですけど、長期的に続けていくことによって、その歪みによって悪化していたものっていうのが、より一層内臓疾患とかでもどんどん整っていって解消していくのにつながりますので、ぜひ継続していただきたいと思います。はい、では取り組んでみてください。どうぞ。はい、では、早速始めていきたいと思います。ではですね、まずですね、今の自分の状態をちょっとチェックしてもらいたいですね。ちょっと鏡を見て今の目の開き具合を見てみたりとか、それからちょっとお腹のこの辺をね押してみたりして、ちょっと硬さをチェックしてみたりとか、それから肩をこう上げてみて、横とかですね、
あと 足踏みをしてみて、自分の今その足を上げる時の重さの感覚とかですねがどんなもんなのか、ちょっとこう上げるのがだるいのかとか、すっきり、まあ、人によって感覚違うと思うんですけど、それを今なんとなくでいいんで、ちょっとチェックしてみてください。はい。はい、では、チェックできたということで、進めていきたいと思います。はい、ではまずですね、そうですね、足を、まあ、肩幅よりちょっと広いぐらいですかね、広げてもらって、で、足がこう開いてしまうというよりはつま先が前に向くような感じですね。で、力抜いて耐えてもらって、で腕とかもこう気をつけしてガチンと腕を固めるというよりはストーンとこう緩めてもらうと、まあ、かといってこう無理にこう姿勢を悪くして猫背とかならなくていいんで、普通に立ってしっかり前を向いて立った状態で力を抜いてみてください。はい、で次ですね、左に、まず重心を乗せていってください。で乗せるときに、ただ単に肩とかでこう上半身を倒していくんじゃなくて、骨盤の方にこう重心をこう乗せる感じで乗せていって、で足が浮くぐらいまで浮かして、ちょっと足をプラプラっとして、でまたペターンと置いて、今度逆ですね、右側に置きます。でこっちも、自然に足が浮くぐらいまで浮かしたらプラプラっとこう自分のここの力が抜けてるっていうのをチェックするぐらいなんで、まあ、何回かやってもらってもいいですけど、こう回数とかは気にしなくていいです。とりあえずこう足が力抜けてるのをしっかりとふーっとチェックして、でペターンといていきます。はい、でこれが、ステップ1ですね。肩幅に広げて足をプランプランとさせる。でステップ2に入ります。はい、で次が、今度は骨盤ですねを、左側から前に出してみてください。こっちに。でこの時に膝をがっつりピーンって伸ばして、グワってこうももの中こう筋が伸びるような感じでやらずにゆったり立ってもらっていいん で関節も少しこう曲げるわけじゃないですけど、伸びきってピンって張ってる状態じゃなくて緩めた状態で、で無理のない程度に、なんか伸びて無理をして伸ばしてるって感じじゃなくて、自然に骨盤を前に出します。でこっちも前に出します。でそれを、何度か繰り返します。でこれも、まあ、回数とかじゃなくて自分が、まあ、その動きを感じるっていうことですね。右と左の感覚の違いとかちょっと感じながら、骨盤を前に出していってください。自然に出す。でこの時に注意点は肩とかをこう骨盤を意識せずに、肩とかでこうやってこういう風に動いてしまわずに、ここですね、重心が右に左にっていうのをちょっと感じながら自分の骨盤の上に乗って背骨がこう乗ってる感覚とかを味わいながら、でしっかりちょっと顔は今ちょっと説明しながらなんだけど、ちょっと目線今落ちてたんですけど、まあ基本的には前ですね、前を向いてこういう感じでもうずっと前向いたままで OK です。はい、はい、次はですね、次ステップ3ですね。先ほどは足をこうやって重心を乗せた後にこっち浮かしたんですけど、浮かさずに重心移動だけをしていきます。でこれも先ほどと注意点で、上半身だけをこういうふうにこう倒して倒してって言って、こっちにこう重心が移動してないのに倒してるっていうのではなくて、左に乗ってる時には左に、骨盤がしっかりと左足の上に乗ってる。で今度は右に乗ってる。で、まあ、今ちょっと説明してるんで手を動かしてますけど、手はダラーンとしたままで OK です。で顔はついついこういう動きをするとゆったりしてくるんで眠くなって目をつぶってやりたくなるんですけど、目は見開いといて前を見ておいてください。はい、でこれで左右で、これちょっとゆったりや最初はやっていいんですが、少し、右左っていうのをちょっと感じながら少しだけ早くやって、骨盤のところで自分の重心が
左から右に移行するその瞬間とかを感じるようにしてください。ここまで行ったらこっちに乗った、で今真ん中でなんか揺らいでるとこから左に乗った、で右に乗ったみたいな感じで、その境目を丁寧に感じるようにしながら、移動していってください。はい。はい、ステップ4ですね。先ほどと同じことなんですが、骨盤を前に出してっていうのを、先ほどはこうグーって出せるだけ出して、右も出せるだけ出してってゆっくりやったんですが、今回は少し流れるように、あんま無理に出さなくていいんで、少し早く右に出して左出して右出して左出してっていう形で骨盤をこう前に出していきます。でこの時もなんかこう膝伸ばしきってこう出してる時にピンってどこかが辛いっていうのがないように、自然な状態でいける範囲で骨盤前に出していってください。はい。でこの時も肩でこう踊るようにこんな風にこう出すんじゃなくて、こっちはダラーンとしたまま骨盤だけ前に出していきます。はい。では次ステップ5ですね。はい。次また戻ります。今度左右の動きに戻ります。はい。で先ほどは結構乗り切った状態で左右っていう形でやってたんですが、今度はだんだんその幅をちっちゃくしていきます。左、はい、右で、これもなんとなくダラーンダラーンってやるんじゃなくて、乗ってる、はい、左、はい、右、左、右ってこう自分でその境目を感じながらしっかりと乗り切ってください。左に今乗ってる、右に乗ってる、左に乗ってる、右に乗ってる、はい、それをだんだん幅をちっちゃくしていきます。なんで今の、ステップ5合ってますか。ステップ5ですね。ステップ5の作業はこの、左右に乗っていく幅をちっちゃくしていくっていうことですね。はい。で最後、ステップ6ですね。はい。ちょっと説明しながらやってるんで繊細差がちょっと欠けるかもしれないんですが、だんだんちっちゃくしていったら、ステップ6で真ん中の軸にこうはまるような感じで、その幅を小さくしたところの中心で最後止まります。でも止まるって言っても完全に筋力でガチンと止めてしまうんじゃなくて、その揺らぎを感じながらちょっとでも触れたら左右にこう乗るという、その境目の部分ですよね。こう水に浮いてるような位置があると思うんですよね。でそれをこう左右に微妙な触れにしていきながら、感じていきます。はい。で最後そこで静かに止まってみてください。でその状態を、繊細に感じ取ってみてください。今自分が右でもない左でもないところで揺らいでる位置にはまって、自分が軸の中にいるような感覚ですね。はい。でこれを感じながらしばらくちょっと立ってみてもらってもいいと思うんですが、まあ、今回ちょっと長くなっちゃうといけないんで、ここまでということ でそれができた後にですね、もう一度、最初に説明した例えば目の見開き具合とかをちょっと鏡で、持ってきてチェックしてみるとか、それからここですね、お腹のところが、さっきよりもちょっと柔らかくなってるなぁっていう感じを味わったりとか、それから手を上げる感覚ですね。なんかこうスッとこう意識がはっきりしてくるんで、なんかこうさっきよりも上げるのが楽になってきて、一番明確なのがももなんですよね。ここら辺がこう、ちょっと僕元からまあ動きやすいんで、見てて違いは分かりにくいかもしれないですけど、ご自身の体の感覚で変化を感じ取ってみてください。そうですね。特にこういうのは武道とか武術されている方の中心線の意識を強めたりとか、そういう効果もありますし、そうですね、先ほど
座った状態でね、お外で説明させてもらった動画の中でも説明してますけれども、自分の自然治癒力を一回自分の持ってるマックスのところまで自分をリセットして、これも内臓疾患だったりとかいろんな要素にですね効きますので、ぜひその感じるっていうことですね、ちょっといい加減にやってなんとなく真似して定期的にやってるのに効果ないって言ってたらちょっともったいないので、一回一回を丁寧にやってみてください。はい、はい、取り組んでみていかがだったでしょうか。ですね、ちょっと本当に繊細さが求められるんですね。骨盤のところで右に乗ってる時、左に乗ってる時のその微妙なこの入れ替わりの瞬間とかを味わうっていうのは、結構さ日頃こうガサツな動きしかできてなかったり、筋肉が硬直してたりすると緩みがなかったりすると感じにくいんですけども、そうですね、それが感じられて自分がこう水面にふわふわ浮いてるようなところにバンってはまれると、本当にその立ってる時も気持ちいいですし、自分の体が整った瞬間っていうのも自覚ができるんですよね。なんでリセットされたっていうのが結構はっきり分かるし、呼吸が濃くなる瞬間とかそんなも結構明らかなので、そうですね、もしまだ今回今動画を見ながらやってみたけど何にも感じられなかったっていう方は、もう一度戻ってもらってですね、この動画を見終わった後でもいいのでやってみてください。でそうですね、もしやってみてわからなかったらコメントの方でですね、ちょっとこういう風にしたけど全然こうできなかったんでっていう、そのやってみたやってみた感想ですよね、ちょっとっていうのも書いてもらえると、細かくお伝えできる部分も、ちょっと僕が説明不足だった部分とかも回収できるかもしれないので、はい、ぜひ取り組んでコメントの方ももしよかったらしてみてください。では今日は以上になります。ありがとうございました。やってくださいね。